した僕のパパはいつもそれかな、僕のお父さん、あ、見ないでよ。いや、ごめんでござる。別に覗き見する気持ちはなかったのでござるが、つい休みなどよくパパと近くの釣り堀に行きます。お父さんか、そうだ、拙者も父上のことを作文に書いてみよう。拙者の父上は城に登場する足軽でござる。足軽とは仮の姿、実は伊賀の忍者で服部尽蔵と申す。水遁の術は未だ見破られたことはないでござる。あ、剣中寺、剣中寺、起きなされ。ああ、まだ終わってないでござる。剣一、まだ起きてるの？剣一うち、起きてくだされ。このままでは。剣一、あら、まだやってたの？